鹿町にある喫茶猫屋。店名に猫とあるだけあって、お店の中にはあらゆるところに猫グッズが。そしてネコがいるんです。私が小さい時からこの家にはずっと猫がおりまして、はい、今も帰ってまいりました。はい、あの猫がおりまして、やはりお店の名前考えた時に、あ、猫かなと思って猫屋という名前にしました。10年ほど前にオープンした喫茶猫屋。4匹の看板猫が出迎えてくれます。カメラに興味津々。今年4月に生まれたばかりの好奇心旺盛なぶんちゃんです。そんなぷんちゃんと遊んであげるのが、優しい性格のモナマルくん1歳。常連さんがやってくると、駆け寄っておやつをもらいます。2人とも嬉しそう。ちなみにモナマルくんお気に入りのこの棚、こちらの常連さんが作ってくれたそうです。やっぱり作ってさ、乗ってくれたら嬉しいよね。この日は外に遊びに出かけていることが多いダダちゃんとクロエちゃん親子にも会うことができました。そんな喫茶猫屋、おすすめは地元の野菜や魚を使った日替わりランチです。ん？魚？猫がいるのに魚を出しても大丈夫なのでしょうか。食いしん坊な子がたくさんいますけど、でも皆さんのお魚を取って食べるということは全然ないので。好きなおやつは鶏のささみ。猫好きのお客さんが食べさせてくれることも。なくなっちゃうよ、モナちゃん、もうなくなるよ大好きで、昨日知って一回、いや、めっちゃ良かったです。猫と距離近くて、でまた来ます。可愛いなと思って幸せな気持ちになりました。ここが可愛い、もう全部ですねもう選べないです。地域密着型、皆さんいろんな場所からお越しいただければと思っておりますし、皆さんの憩いの場であればなと思います。今日も喫茶猫屋では自由気ままな猫たちがのんびりお客さんを待っています。